はい、こんにちは、レトスノールです。今回なんですけども、宅建の勉強場所について、どこでやったらいいですか？こういったご質問よく受けます。で、もうこれ結論はですね、教材持っていたら、どこでも勉強場所になり得るんですね。例えば今、あなたが動画を見ている場所で、テキストだったり、過去問集を開いて勉強すれば、もうそれはそこ勉強場所なんですよね。布団の上であったとしても勉強場所になりますし、ここに書いてあるリビングの机、これも勉強場所になる。お手洗いも勉強場所になる。お風呂場でも勉強場所になります。このお風呂場っていうのは、浴槽を浸かりながら、読むんですけども、本持って行っちゃうとこれ濡れちゃうので、私は、その過去問集とか1ページ2ページですね、コピーを取って勉強してました。で、またキッチンですね。主婦の方とかは、キッチンが、自分が一番、落ち着ける場所っていう方いらっしゃるんですよね。なので、キッチンとかでも全然構いません。あと、車の中とか、駅のホームの待合室とか、あと、公園のベンチとか、ファミレスだったりとか、あと、マクドナルドだったりとか、喫茶店とか、もう、いろんなところで、これ、勉強場所になるんですよ。なので、重要なことはいろんなところで試してみるっていうことなんですね。5分でもいいです。短時間でもいいです。そんな1時間とかね、2時間やるっていうことを考えなくてもいいんですよ。とりあえず1問2問でも集中してできれば、それは勉強した効果って出てきます。多くの方が、こう30分とかね、勉強しなきゃいけない、1時間勉強しなきゃいけないって思っちゃってるんですよ。そうすると、ここに書いてある風呂場とかね、お手洗いとか、こんな勉強場所って普通考えないんですよね。でもお手洗いとかでも1問2問やるって、これできるじゃないですか。だからこういったところでも集中もしやってみてできるのであれば、こういったところはもう勉強場所にしていった方がいいです。重要なことは集中して勉強できるかどうかなんです。人によってやっぱ違いますんで、いろんなところで試しながら、あ、ここ集中できるなと思ったら、集中して勉強できる場所として追加をしていくんですね。そうするとたくさん出てくるじゃないですか。たくさん追加されていきますよね。いろんな場所で勉強できる。そうなってくると、いろんな場所で、こう、気持ちの切り替えができるんですよ。場所を移動していって。私はですね、当時は、マクドナルド、もうだいぶ昔なんですけども、マクドナルドでずっと勉強してたんですよ。でも、マクドナルドって言っても、1店舗だけじゃなくて、休みの日なんかは3店舗ぐらい回るんですね。3店舗ぐらい、車で移動して。で、勉強場所を変えてやってました。で、私自身は、家はね、そんなにやっぱり勉強できなかったんですよね。このお風呂場ぐらいかな、勉強できたのは。もちろんいろんなとこ試してますよ。すべて試しました。車の中も試しましたね。河川敷とかに行って、大学時代は河川敷とかでちょろっと勉強したこともありますし、駅のホームとか、これも試しました。でも、やっぱり私が一番やりやすかったのはマクドナルドだったから、マクドナルドでやっていたと、いうことです。これ人によって違いますんで、とりあえずやってみて、で、集中できるかどうか確認する。もう5分でも10分でもいいです。1問2問でもいいです。集中できるかどうか。できるのであれば、それは勉強場所として追加をどんどんしていく。で、あるところでやって、あ、集中力切れたなと思ったら、次の勉強場所行って、ちょっとそこでもやってみる。で、また集中できる場所でまたやってみる。で、こうやっていくと、5分とか10分とかの細切れ時間であったとしても、合算すると、1時間、2時間できるようになりますんで、ぜひですね、集中できるかどうかで判断して、いろんな場所を試していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。